小木のカリンは日本のファッションモデル、アイドル、女優、声優、タレント、女性アイドルグループ夢見るアドレセンスの元リーダー、山梨県海市出身、タンバリンアーティストに所属していた。2008年、ローティーン向けファッション雑誌、ピチレモンの第16回ピチモンオーディションでグランプリプリ売り賞を受賞し、同年5月より専属モデルとして活動開始。 2010年8月、グラビアジャパン最終選考を16人のうち1人に選ばれる。同年10月から11月、バレーボール女子世界選手権の呼ばれ応援ファッション部部員となる。同年11月、ミス週刊ヤングジャンプ受賞。2012年3月、ピチレモンの専属モデルを卒業。同年6月、タンバリンアーティストに所属する。 女性タレントからなるアイドル音楽劇グループ、夢見るアドレセンスのメンバーとなる。2013年9月、雑誌、チョキチョキガールズの専属モデルに選ばれる。2019年末、夢アドから独立。2021年3月31日、タンバリンアーティストとの専属契約を終了。2021年5月31日、幼馴染と共に YouTube チャンネルを開設。 ふとじはメインキャラクター。イメージ DVD バラエティその他主なものを挙げる。ありがとうございます。